やっちゃったね。あの皆さんは初めてポッポを見かけた時は殴っちゃダメですか、ね、そっとしておいてください。不利だなそれ。そうですね、難易度高い状態で、あの M な方はぜひ、あの、はい、やっていただければいいです。より厳しい向こうを楽しみたい方、楽しみたい方にはぜひ、ね、楽しんでいただければ。誰と戦ってるの、ね、でもあの知らないで攻撃してたらすごい焦るでしょうね、はい、そうなんですよ。そもそもあれなんですよね、ゼルダシリーズはこうニワトリってこう知らずにこう攻撃してると襲われちゃうっていうのがあったんで、もうで皆さんはもう知らない方はぜひ一度あのポッコにやられてみてください。そうですね、いやでも攻撃できると仕事でやりたいんだよな。ポッコに終わられるとは思わなかったわ。倒そうにもなかなかこの数が多くて、そうなんです。さすが無双シリーズですね。もう増援しまくりますから、ね、何どこだっけこれって書いてこんなに痛いか、ここ無双ですね。すごい映像もそうですね。近い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 絵面ひどいな。ゲーム史上こんなにニワトリが出たゲームはないですよね。ないですよね。こんな強いニワトリも初めてです。ゴーマがですね、今フォンジを狙って攻撃してきますから、早く行かないと、やっぱ本堂フォンジが落とされてしまうとゲームオーバーです。ニワトリに構ってる場合じゃないと。ここはほったらかしで。おい。このゴーマっていうのもですね、初代のゼルダの伝説からもいるボスキャラクターです。彼は目にこう夢を当てると逆転、こうやって逆転を出して倒すことができます。この辺はあの皆さんのゼルダ知識が、はい、ゼルダをやった人は活かせると思います。で知らない方もあのゲームの方でその辺あのしっかり気づけるようにあのしてますので、ゼルダの伝説触ったことないよって方もぜひ楽しんでみてください。まあでもこいつは大体目が弱点だろうなっていうのは最初から分かってましたよ。見た目で、そうです、まあ、そうですね、はい、分かるに大丈夫ですか、はい、それよりニワトリです。あの金色のニワトリがすごい速い勢いでついてくる。彼はですね、ちょっとある仕掛けがあるんですけども、そこはちょっともう皆さんでちょっとじゃあやってみてください。そろそろ時間ですか。何分の1ぐらいコッコを紹介した気がする。まあコッコが怖いっていう、うん、そういう話になってしまう、はい、まあゲームの途中ですよ。じゃあぜひ皆さん、ね、手で、はいでね、コッコを倒してみてください。皆さんグローブを使って、グローブを使ってコッコを、はい、はい、それでは最新情報の方お願いします。はい、ゼルダ無双はですね、本日ちょうど8月14日発売です。あ、最新。はい、うん。ですので皆さんぜひあのやり込んでみてください。はい。であの先ほどですね発表させていただいたんですけども、ゼルダ無双は、まあ、せっかくこうゼルダの伝説のお祭りゲームとして今回、うん、あのリリースさせていただきましたんで、今後あのアップデートですとか拡張を考えてます。で今ちょうど開発スタッフは鋭意制作中です。ですので。情報に関してはもうちょっと実際に出来上がってからお届けしたいと思うんですけども、実際に今ゲームの中でもいっぱいやり込める要素入ってますけども、はい、ぜひそのやり込んでいただいた後も楽しんでいただける今いろいろ仕掛けあの用意してますので、ぜひそこもあの楽しみに待っていてください。はい、はい、さあザ・ラッキー、そうですね、いつもの儀式だね、いただくものはいただかないと何か。じゃあチャララ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 あの曲ちゃちゃちゃー、はい、来たプラスプラスおソフトだけではなく、はい、ですね、今回クリアファイルをいっぱい作りました、いっぱい作った、はい、これですね、パッケージのバージョン、これリンクのバージョン、あ、これこのゼルダムスオリジナルのダナちゃんです、はい、これミドナ、
ゼルダ姫、ゼルダ姫、はい、で、うん、ガノンドルフ、うん、今回彼もプレイアブルですけども、うん、このクリアファイルセット、はい、6個セット、うん、プラスソフトもゼルダ無双のソフト、はい、これをつけて2名様にプレゼント。ありがとうございます。ありがとうございます。クリアファイルも非売品ですんで、ぜひ非売品ですよ、はい、ぜひ手に入れてください、はい、さあこちらのプレゼントの応募方法は番組のエンディングでお知らせします。それでは最後に番組のご覧の皆さんに、もう一プッシュ、じゃあ古澤さんの方からお願いします。はい、先ほどからのゼルダファンに向けてのお話結構あったんですけど、うん、ゼルダファンでなくてもですね、うん、あの無双やられた方とか、うん、単にあとはあのアクションゲーム好きっていう方にしっかり響くように、うんうん、無双シリーズでも過去にないくらい爽快なものができたと思っておりますので、あのお盆のこの機会にはですね天候も悪いようですし、天候も悪いようそうですね、この機会にお買い求めいただけると幸いです。よろしくお願いします。はい、はい、そして林さんお願いします。はい、ゼルダ無双は、初めて先ほどお伝えしたゼルダの伝説、今まで触ったことない方もそうですし、ゼルダの伝説のアドベンチャーモードというモードがありまして、こちらファミコンの、ディスクシステムのゼルダの伝説シリーズのステージをまんまその、うん、オマージュしたものになっていて、そこで入ってくる謎解き、うん、探索っていう要素は、うん、そのディスクシステムのゼルダの伝説を知ってると攻略しやすいゲームになってますので、うん、ぜひあのこう25年ゼルダの伝説をずっとこうファンだった皆さん、ぜひあの今回ですねゼルダ無双でそういった過去のゼルダの伝説のそういった知識をですねお子さんに披露するような感じ で、ね、ぜひ親子でこのゼルダ無双を楽しんでいただけると思いますので、うん、ぜひあのこの夏休みはゼルダ無双を楽しみください。よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ということでここまでは光栄テクモゲームズから本日発売の Wii U 用ソフトゼルダ無双を紹介しました。ゲストは林プロデューサー、そして古澤ディレクターでした。ありがとうございました。この後は明治天気予報です。その前にこちらをご覧ください。今は強い絆を感じたら一撃でいい、無敵。着替えの T シャツでしょ、あと塩分をちゃんと取らなきゃいけないからなっかったのしよよし、これで完璧。あとは明治天気予報の情報を読むだけね。サマーソニック2014の出場をかけたオーディション出れんのサマソニで見事勝ち抜いた青春学園がサマソニに出演決定しました。青春学園の出演時間は17日日曜日14時22分から14時40分、会場は QVC マリンフィールド外周のサイドショーマリンです。8月19日にはメジャーデビューシングルツインテール I love you ありがとうも発売を控えていますので、今後も青春学園の活動に注目してくださいね。そして花咲くマニマニのテントイベントが開催決定。その名も花マニ祭り。
ヨーヨー釣りにチャレンジしていただいた方